And now, full of potential, comes the birth of an all-new Biohazard. そうですね、ようやくグラフィック周りの方が、落ち着いてきだしまして、これからいよいよ、ゲームシステム、あとバランスの調整もろもろに、かなり手を入れていく状態ですね。まあ、半年前に皆さんに情報を出した時には、本当にあのゲームのグラフィッククオリティの基礎的な部分が出来上がってきたという状態で、ここからですね、さらに、まあ、各シチュエーションに合わせた、また各々のグラフィックの詰めをしているという状態ですね。で、今回のバイオハザード5はかなりシチュエーションが多岐にわたるので、最初のバイオハザード1の時がですね、まあ、グランドホテル方式っていう、そのある程度洋館の中に限られたシステムだったんですけど、まあ、今回のバイオ5はかなりこう外に外に出ていく形になるので、シチュエーションも非常に豊富で、まあ、天候とか時間帯もいろいろあるということで、まあ、あれを半年前の状態を基準として、さまざまなシチュエーションを作っていってる状態です。今回の舞台はですね、最初に決めるときにいろいろチームの中でもですね、いろんな議論があったんですよ。やはり従来のようにですね、まあ、陰湿な重苦しい空気を持たせた方がいいんじゃないかと、それとは全く逆に、まあ、次世代機ならではの何か新しいものを見せたいという意見と両方あったんですね。で、その中で、まあ、ストーリーと絡めて話を詰めていって、まあ、どうしてもそのウイルスの原型というところの話に落ちていくので、であるならば、まあ、舞台として、まあ、人類が一番最初に誕生したと、まあ、これも科学の話ですからね、先でどうなるか分かりませんけど、今のところ人類、まあ、生誕の地と呼ばれるアフリカをまあ、モデルにして、まあ、アフリカのとある地域というところを舞台にしようと。で、まあ、そうすることでですね、今までのバイオになかった明るいという舞台が必須になってくるので、明るいというところに挑戦していこうというのがそもそものスタートだったんですね。また確かにね、次世代機になって新しい表現をしようというふうに考えていくと、まあ、CG が今まで得意だったのが夜とか、そういうライトが割と明確に見えるところが得意だったんですけど、まあ、それだけではやはり表現の限界があるということで、いろんな海外のメーカーさんが明るいというモチーフに挑戦してきたと。で、まあ、いろいろゲーム拝見してるんですけど、うちが一番と、未だにやっぱりそれは思えますね。で、何が一番違うねんというふうに言われるとですね、明るいということをゲームに組み込むということに関して、まあ、うちかなり真剣に取り組んだので、そこに関してやっぱりちょっと他社とは一線を画してるんじゃないかなというふうに思います。明るいというとですね、ついついその明るい部分に強調しがちなんですね。ライトをどうするかとか、明るいところで物がはっきり見えるのがどうだとか、まあ、そこに注目しちゃうとちょっとゲーム的になかなか落とし込みにくいということで、やはりバイオらしく闇にスポットライトを当てようということで、明るいということはそれに相応し影ができる、この光と影っていうものが、まあ、よくよく考えてみればバイオ本来がずっとゲームとして持ってたテーマだよねというところもあったので、まあ、今まではそれがシナリオとかですね、そのゲームの中の流れといった部分で光と影というところが、まあ、抽象的に出てたんですけど、今回それより写実的にリアリスティックに表現して、その抽象的だった部分とその映像っていうものを一緒にしようというところで、光と影っていう部分に注目してゲームを作ってます。光と影というとただね、明暗があるだけっていうイメージなんですけど、明るいところに人がいると実は闇の中っていうのはすごく見にくいんですよ。目の焦点がですね、瞳孔がこう明るさに対応して閉まるっていうことなので、暗いところにはどうしても見にくくなってしまう。
なのでそこが見えないということは、まあ、実はバイオっていうゲームにとってはですね、何でもないんですけど、他のゲームからすると非常にゲームシステム的に困ることなんですね。敵が見えないとかアイテムが見えないっていうことになっちゃうんですけど、バイオっていうゲームは見えないっていうことそのものがゲームになっているので、その部分にあえてこう注力することで闇の恐怖っていうのがより一層出せるということなんですね。だからまあ目が順応してですね、明るいところから暗いところに入ったその瞬間、目が慣れるまでの瞬間っていうのは本当に見えないゲームなんですよ。だからそこが見えないっていうことがやっぱりパニック的な恐怖を煽るっていう一因になってくるので、それを使ったまあ敵の遊ばせ方っていうのを今一生懸命構築していっているところですね。基本的なシステムはやはり三上真嗣が作った4のシステムが非常に優秀なシステムだってのはもう自他ともに認めているところなので、そこはもう変わらずにいこうと思ってます。まあ、ただ今回ですね、それだけではちょっとお客さんには申し訳ないと思ってますんで、5独自のシステムというものも入れていく予定です。バイオハザードもやはり時代とともに変わってきたタイトルですので、まあ、今の時代に合わせた形のものっていうところをまあ模索していると。そうですね、まあ、僕たちそのバイオハザード1オリジナルのスタッフからするとクリスって非常に思い出深い人間で、やはり彼がこの10年間語られなかったというところで、今回まあ彼という人間がどういう人間で、まあ、どういうようなことをしていたのかというところが語れればというふうなことで、まあ、シナリオを書き始めました。で、まあ、スターズという彼が所属する団体、まあ、これシナリオの中ですでにないというふうに語られているんですが、じゃあなぜ亡くなったのかと、でまあ、その経緯からこう見えてくるですね、その彼の10年というところがまあ一つのキーワードですね。で、まあ、その10年があった上でのバイオハザード5という時代の設定になるので、その10年間を過ごした彼が5の中でまあどういったことにどういう形で決着をつけていくのかというところが大きなテーマになると思います。彼がその経験した10年というのはやっぱ同じようにユーザーにも体験していっていただきたいというふうに考えてますんで、まあ、それを促すような仕掛けはいくつか用意しているつもりです。そうですね、今回敵の数がですね、まあ、今まで公開されているトレーラー見ても分かるように非常に数が多いので、まあ、従来ですね、割とバイオハザードって限られた武器で戦っていくという話だったんですが、さすがに敵の数がこれだけ多くなってくると、今までのハンドガン、ショットガンだけではちょっとしんどいだろうということで、かなり武器のバリエーションは増やしました。で、まあ、非常にですね、1の時からある種、まあ、マニアの方にも人気のあるゲームで、実銃っていうところに非常にこだわりがあるというところありましたので、まあ、4でちょっとですね、実銃モチーフのオリジナルの銃に変えてみてはしたんですけど、まあ、ちょっとやはりユーザーからはですね、やっぱ実銃が見たいとか、いう話が多かったので、まあ、なるべく実銃が使えるような方向で今頑張ってるところですね。そうですね、まあ、格闘要素が入るということではないんですが、まあ、4の時にはアクションボタンというものがあったと思うんですけど、まあそこら辺をまあちょっと拡張できればなと思って、バリエーション自体は増えていってます。だからその辺で格闘的なところも演出的に見せれますし、今までになかったアクションというのがまあ割とやりやすく楽しめるゲームになるんじゃないかなと。 A final word from Mr. Takeuchi.Wait for the media summit.